高木です。最近ね、あっこ行ったやんか、あの自販機、クレープの自販機、久しぶりに自販機懐かしいなーって、これまたやってほしいなーってね、いろいろそのコメントあったんですよ。ありがとうございますね。見つけてもっと新しい自販機スポットが、ここまで行っててまだあるんやと思って、しかもそれがね、なんか今までの集大成かのような場所なんですよ。伊丹にある、関西の伊丹にある自販機レストラン。東京行った時になんか空港かなんかの中に入ってたよね。でも今日行きたいのは、その独立してるんですよ。もうそれだけが建ってるみたいな。その建物だけみたいな。本日自販機ハンターの竹焼き。こちらを調査しに行ってまいる。さあ早速行ってみましょう。竹焼き所や。ほな、今から向かいましょうか。雨降ってんな。でもすごい時代ですよね。自販機だけのレストランができたんですよ。22世紀やん。ドラえもんの世界やで。ロボットレストランみたいなもんよね。自販機もまあまあ、いわゆるロボットみたいなもんや、半分は。そちらの、伊丹にある自販機レストランなんですけど、もう多分、その独立型では日本に一つしかないと思うんですよね。確かさっき言った通り、空港の中に入ってるやつはあるけど、その独立型っていうのは、ね、本当に多分日本で一つだけだと思うんで、ね、超レアですよ。しかもここからだいたい30分ぐらいで着くかと思われます。いいですね。真夜中の高速道路。いや、やっぱ高速道路は夜の方がテンション上がるよね。あ、そういえばさ、太鼓の達人あるやんか。太鼓の達人に、ラトラトの曲がね、収録されることになったんですよ。これまだちゃんと動画で言ったことないとか、今回初めてかな、ちゃんと動画で言うのは。じゃあそれをマイキが叩いてみたっていう動画もあるんで、皆さんもしよかったら見てください。さあ、残りあと5分とかで着くみたいなんですけども、感謝されること多くなってきたじゃないですか。まあ、それでも僕多分ね、マイキとかに比べたら全然バレへん方やと思うんだけど、僕がマジでバレへん方法あるんですよ、一個。それがね、前髪を上げる。あ、前髪ってマジで動画で上げることないから、ほんまにバレへんのよね。ちょっとじゃあ。確かに分からん。社会人フットサルチームでフットサルやってますみたいな。銭湯とか僕よく行くんですけど、銭湯とかでも、ね、ほぼほぼバレたことないね、これで。あ、って言ったらあかんわ。こういうのもいるやん。確かに。はい、もうあと2分とか、2分とかで着くねんけどさ、めちゃめちゃ何もないぞ、周り。自販機、レストラン、そのなんか最先端のイメージあったからさ、なんかそれとはもう真反対のイメージやね。こう自然溢れるような場所やけど、心霊スポット行く時の雰囲気やな。確かにね、ほんまに。いつもの音楽流す？ジャンピングババアや。これありました。ここですね。すげえ。ちょっと近くの駐車場に止めていきましょう。というわけで着きました。こちらが日本に一つしかないと言われている自販機レストラン。ちゃんと看板に書いてるもんね。自販機カフェ軽食24。 Wi-Fi もついてんねや。すげえ、すごい。じゃあ入っていきますか。楽しみだ。すごっ。ほんまに人誰もね。それでもって商品がたくさん置いてある。トイレもある。今まで見たことのないような自販機ですね。フードアンスナック、フードマックス。フードマックスは初めて見たぞ。で、こっち普通の飲み物ね。何やここ。まあ確かに軽食。これは給油口のあるカップ麺。これすげえ、チキンラーメンのこのタイプ初めて見た。飲み物の飲み物。全体を見ると、こんな感じでございます。ぐるぐるぐるっと。こんな感じでーす。まあ、結構こじんまりとしてて、まあ、座れるのが大体10人ぐらいは、ここでご飯を食べたり、コーヒーを飲んでゆっくりしたりできるのかなという感じですね。黄色のタイプの自販機、すごい目立つよな。確かに。めっちゃいい。この配置はブラジルの国旗みたいですね。確かに。これ学生の時クリーム玄米ブランめちゃめちゃ買ってた。こういうの買っていきたいね。あ、魚肉ソーセージ、このタイプのやつね。じゃあ定食って書いてるからパンも買っていこう。フライピン、フライピン買うかな。このタイプの自販機、高校の学食の横についてる自販機のですわ。これやった、このタイプだった。紙パックのタイプだった。チキンラーメン、マジ犯罪的。超うまそうやねんけど。いただきます。お見せしてるですね。場所がいいよね、なんか。結構うまいな。だから僕なんか例えとかでさ、チキンラーメンってなんか匂いとか、その食べる前の
なんか美味しそうな感じ、食べたら絶対上回れへんみたいなことすげえするなこと言ってんな言っててんけどさ、このタイプうまいか。鶏肉入ってるやん、すげえ、めっちゃちゃんとした鶏肉や。俺が知ってるチキンラーメンじゃねえぞこれ。はい、 JB カフェ、うわうまい。クリーム玄米ブランとかカロリーメイトとか食ってるやつってなんかちょっとおしゃれだよってかっこよく見えたんすよ。リプトのシール買ってたわ。そうごちそうさまでした。はい、というわけで本日はですね、自販機レストラン、自販機カフェに来て晩ご飯夜食を食べてみましたということでね、本日食べたのが、珍しいカップヌードル自販機の中のあのチキンラーメン、あとはね久しぶりにパン食べてコーヒー飲んだりとかして充実させてもらいました。前髪上げたら動かない、でも24時間やってるのすごいな。ずっと空いてるみたいですね。周りなんもないもん、ほんまに田舎。トトロがやってきそうな、なんか看板わかる、これトトロ傘さしてるやつやん、絶対そうやんね。お、トトロ、誰がトトロや。いやに熱い夜巡り合った夏の檻に触れる、神様の言う通りあなたの心をいるように、もうダメかもと浮き足立つ、前なり立ち位置から外れ、アニカム笑顔の隙を見てあなたの心をいただきます。